もしもし。あ、もしもし。面白い方は男ですか？あ、これデフォルトですね、僕の。なんでなんで？いや、めっちゃかっこいいなと思って。ありがとうね。やば。なんですか、なんですか、惚れちゃったもしかして。まあ、ちょっと惚れ気味かな。俺のビビに酔いにゃ。やっぱモテモテですか？当たり前だね、そんな愚問すぎるよ、愚問。さすがに愚問に来ないそれは、お主。え、19歳ですか？あ、そうでございますね。え、今年で19？そうです、そうです。同い年です。お主も？はい。何を笑っているんだ？え、すいません。なんか、あれですね。何ですか？面白いですね。あ、面白いですか？はい。嬉しいです。バナンだよ、バナンだ。めちゃくちゃ重いですね。ありがとう。才能そう。なんか YouTuber とか見てそう。人を笑わせるみたいな。うんうんうん。あ、嬉しいです。ありがたく幸せって感じで。面白い。褒めすぎですよ、もしかして。もしかして、なんか、口説いてます。ナンパですか？これ逆なんすか、これ。あ、すいません。魔女吹いちゃいました。たまにこう魔女吹いちゃうんですよ、笑ってたら。よく言われます。個性的っていうか、なんかとにかく圧倒的イケボーだというか。なんかずっともうこのテンションなんですか？そうですね、四六時中です。四六時中。同い年なんですよね。そうです、同じ年。同じ年ですね、同じ年。同じ年ですね。すげえ。何仮面を受けているんだ。使えないですか？疲れても疲れないもん、ここは素の私ですから、何回も言いましたよ。笑うな、笑うな。結構なんかしゃくれて喋ってますか、今。よく言われます、なんか顎出てますよね、絶対。誰が顎にハンバーグ詰まってるだっていつも言ってるんですけども。急ですかね、私。何ですか？ギャグ戦、ギャグ戦すごい、めっちゃ高い。嬉しい、やば。女の子に褒められて、やっぱりより一層嬉しいですよね。いつもこの時間まで起きてるんですか？あ、そうですね。私、一応睡眠時間が短くて、まあ、言ったら私、ちょっと吸血鬼の間違いでして、ここだけの話なんですけど、いわゆるヴァンパイアなんですよ。実は僕、ヴァンパイアで、ここあんまり誰も読まないでくださいね、これ。わかりました。ヴァンパイアなんで、私、ヴァンパイアって言ってるんですよ。いいの吸っちゃっていいのってお前の血吸うかって言ってるんですけど、もう夜中の3時半ですよ。そうですか、今夜中の3時半なんだよ。大学生とかじゃないんですか？そうね、なんか現実を突きつけないでくださいよ。学校とか大丈夫なんですか？学校はですね、一限からあります。マジっすか？一言言うとみんなからバンパイア来た、バンパイア来たって言って、私バンパイア、いいの、吸わせていいの、来て。バンパイアの末裔のめっちゃ知られてるやん。そうなんです、バレちゃったんですよね。バレちゃったんで、歯がエイリーなんで、歯がエイリー7センチ以上あるんで、銃刀法違反だって言って、警察に捕まってくるあるぐらいの。いや、これ仕方ねえだろ、つって。めちゃくちゃレアキャラ引き当てた気分ですよ。あのパルトラであの魔法石ゴーゴー使ってガチャ引いたら、あの虹色のやつ出たみたいな、超激レアみたいな。めっちゃ楽しいです、喋ってて。楽しませるのが私の使命ですから。使えないですか？使えませんよ、こんな。あ、すいません、うしゃうしゃうしゃ。あんまりうしゃうしゃ。近所の迷惑やね。リンヴァンパイアが苦情来るんで。同い年と思えないそう。いや、同じですね、同じ。ブロちゃんはアニメとか見ないんですか？結構見ます。見るんですか？なんか暇な時とか結構見ますね。そうなんだ。今はワンピース見てます。ワンピースいいですよね。はい。ワンピース誰が好きですか？ペローナ。ペローナもたまにエッチですね。ペローナいいですね。なんかちょっとペロッとした感じのね。そうそうそう。ルナさんはワンピースは誰が？アタクはそうですね、ブルックとかって、ブルック。あ、すみません、パンツ見せてもらってもいいですか？確かにいいですね。いいですね。まあ、私、ね、ないんですけど、よほほほって。あとは、あれとか、ヒロアカ？ヒロアカいいですね。ヒロアカは誰が好きですか？カッちゃん。カッちゃんですね、クソデクって。ルナさんは誰推しですか？僕はそうでね、あ、とどよきくんとか、
イケボじゃないですか、僕と同じで、うん、おい、緑やっつって、親父、ボーリングパっつって似てる似てる、似てるでしょ。あとはあれ、ミネタ君とかもいいし、ミネタ君、あー、ミネタ、ぽいぽい、誰がぽいだ、誰がスケベてるだ。この話変わるんですけど、毎回もこの感じで、そうですよね、毎回この感じの時もあるし、もうなんかちょっと可愛くぶってる時もありますよ。可愛くぶってる時って好きなの、むにゃむにゃ眠たいでちゅお姉ちゃまって。最近始の犬系男子じゃないですけど、やってみたんや、犬系男子、よーちゃんやも近いっちゃったってごめんねってお姉ちゃんは好きですか、犬系男子みたいな。何系が好き？何系？何系？ツンデレぐらいがいいですかね。ツンデレって、僕そんなに君のこと好きじゃないんだからね。お兄さんも結構いいキャラしてると思う。そんな褒められても嬉しくなんてないんだからね。明日一限なんですよね。そうですね、一限か授業です。かわいそう。マーケティング入門1。マーケティングやってるんや。そうなんですね。一回数喋ってみてもらっていいですか。私結構可愛いんですよ、表示声。全然いいですよ。あ、もしもし。いいかもね、こんな感じなんですよ、本当は。性域めっちゃ広いですね。いや、性欲全然性欲はめっちゃありましたよ、確かに。違う違う、あ、違いました。性域サンクチュアリー、サンクチュアリー、サンクチュアリー、聖なる、あ、そっちじゃない、すいません。あの、呪術回戦見てみましょう。呪術回戦も一部だけ全部見た。おにぎりの具優勝とかわかんないですか。おにぎり、そんな人いたっけ。犬巻トゲくんっていう、あー、鮭っていう人。あ、その人の真似とかやっていいですか。やってください、やってください。これないでくださいね。はい、おかか、おお、みたいな感じ。ずっとそれでいいんじゃないって感じ。あとほら、本気出した時のやつ知ってます。なんていうんやったっけ。あれ、やりますね、じゃあ。やってください。行きますね。もうタック下ろしました。動くな、めっちゃ良い。これ呪言って言って言った通りになるみたいな感じなんでしょ。あー、そう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 、動くなって言ったら動かんくなるんですよね。そうそうそう、だから今からブロッコリーさんにちょっと僕呪言言っていいですか。はい、じゃあ行きますね。あ、しまちょっとおならっぽかったです。あ、しまちょっとキューみたいになったんで、もう一回いいですか。もうこれを、よしよしよし、惚れましたね、今ので。確かに確かに。いや、確かにじゃなくて、惚れました。ってことは、付き合ってくれますか。はい、いいですよ。あ、いいの。